福井県といえばカニ恐竜、はい、ヒユカ、はい、ということでお待たせしました。結構久々かも。いつぶり、いつやったんだろう前回。お待たせしました、お久しぶりです。とってもありがとうございます。ということで、まあ、今日はね、なんで配信をしているか、それは皆さんと話したくなったから、はい、というね、もう本当に素直に、あの今日、明日のね、明日、今日は誰に恋をする公演に私出演するんですけれども、もうね、なんと今日は誰に恋をする、う、共演公演に出演するのが、なんと、なんと私の生誕祭ぶりなんですよ。で、私の生誕祭はから1ヶ月以上経っているんですよ。でるでーん、ということで、もうめちゃめちゃ久しぶりに、はい、出演するので、ちょっともう緊張してますし、まあ、今日はねもう必死に振りを覚えていました。緊張、そしてミヨンさんの生誕祭なの、嬉しい、でも緊張するので今日はちょっと練習を頑張っておりました。はい、だからちょっとね、練習頑張ってたので皆さんにちょっと会いたいなと、まあ皆さんとお話ししたいなと思ってちょっと配信してます。見に来てくれてありがとうございます。皆さん、ハートもクマちゃんも、手紙ん、アイスか、もうありがとうございます。あ、といえばアイスがたくさん来てるんですけど、もう皆さん最近暑くない？もう夏じゃない？そう、最近すごい暑いなと思って、今日もねもう半袖じゃん半袖なんだけど暑いよね。そう、最近すごい暑くて、もうアイスが食べたくて食べたくてしょうがないんだけど、我慢してます。なんとかアイス食べてないです、最近。でもこれ見てちょっと食べたくなってます。明日食べようかな。えぇ、アイスの話してたら、ナーラブさん、ありがたわーです。そしてこのクマちゃん、アイス持ってるタワーですねありがとうございます。え、ナーラブさん食べた？アイス。このクマちゃんのようにね、このクマちゃんはいちごとバニラかな。アイス食べたい。食べていいってこと？このタワーはね、タイミング最高だよ。ナーラブさん、ありがとう。食べました？ナーラブさんはアイス。でもアイスっていいよね。アイス食べたいです。で、今日はこんな話がしたいんじゃないんですけれどもってナーラブさんどうぞだっていいんだ、わかった。じゃあナーラブさんからもらったから今日は我慢するね。ナーラブさんからアイスタワーもらったから我慢します。でもありがとう、優しいどうぞどうぞ、優しいね、ありがとうございます。ちょっと食べます、頑張ったら、ありがとう。で、まあ今日はね、もう最近夏もありますし、夏ですし、そう、でも5月も今日が19日だから、もう後半戦スタートという感じなんですよ。早い。ということで、私ですね、5月上旬、5月はね、何がありましたか？5月は皆さん大事ななんか連休ありましたよね。何がありましたかね。そうです、その通り、ゴールデンウィークがございました。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。意外と休日というよりかは推し活っていう感じの方だったりが多かったのではないでしょうか。まあ、なぜかと言いますと、
私ゴールデンウィークお休み、まあお休みというか、まあお休みか休日、オフオフがなんとゴールデンウィークがこんだけあった中の1日だけだったの。嬉しいことです、これはね。そう、もうゴールデンウィーク休みたかったとかの配信じゃなくて、1日だけだったのオフが。だからそれ以外がお仕事とか初めて挑戦することだったりだったのそうだから今日はね、もうゴールデンウィークいろいろもうあったじゃないでしょだからその話を皆さんと、まあ、振り返りをしていこうと思います。はい、そうだから、そう、忙しいで休日まで忙しいっていうことはすごい嬉しいことじゃないですか。そうだからちょっと今日はこの嬉しさを皆さんと共有したいという話でございます。はい、じゃあまず1日、1日目、5月1日、こちらなんと初めてのことがございました。なんとあのですね、 AKB48 の選抜メンバーさんが韓国でやってたじゃないですか、あれですよ、シャ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 はいどうぞっていう、なんとサイン会を初めてしました。わーい、まあなんとですね、アンレイムの方で、はい、もうファンの方にサインを書いて、シャ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 と書いて、どうぞってやるねサイン会を初めてしました。いつもねオンラインお話し会とかではサインを書いてるんですけど、直接ね皆さんの目の前でサインを書いたりだとかそういうことがなかったので、しかも手渡しでね、はい、そういうことがなかったので初サイン会でした。どうだったかな、来てくださった方いるかな、どうでした、来てくれた方結構いらっしゃった気がする。全部で5部あったかな。お、行きました、だってありがとうございます。そうよ、あ、飾ってあります、だって嬉しい、ありがとう、行きたかった、まあ行きたかった方も多いよねきっと、ありがとう。そう、でも絶対また開催しよう。そうそうなの、あって、そうして、しかも写真撮影 OK だったんです。そう、しかももうずっと OK、 写真撮影だからもう可愛い瞬間、自分で言うのもなんだけど、そのファンの方が撮ってくださった写真がね、まあ、皆さんが上げてくださるわけじゃないですか。そしたらさ、めっちゃ漏れてるのね、本当にありがとうございます、カメコの皆さん、もう天才だよね、だってねえでもね、衣装もすんごい可愛かったのね。アンレイムって今回そのビビットガールのコンセプトで、ビビットガールのその記念サイン会って感じだったから、ビビットガールの MV のパジャマ衣装で今回サイン会をしたんですけれども、私パジャマ衣装ね、猫耳なんですよ。そう、私が猫耳つけてる姿あんま見たことないでしょ、私もないんだけどさ、そう猫耳だったの、珍しくてね、そう、 あざとくてありがとう、あざとい担当だったのだから。そうで、そんなさめったにないことだったから、もう写真撮ってほしいと、自分の自撮りじゃちょっと満足ならないと思ってたら来ましたと、もう写真バシバシバシャバシャ合ってる今の、撮ってくださいというイベントがあって、皆さんが超素敵に撮ってくださったんですよ。皆さんありがとうございます、本当に感謝です。で、そうね、あの AKB の方でね、韓国でサイン会とかやってたじゃないですか。でそのね写真とかも私 Twitter、 X とかに流れてきてて、
めっちゃ可愛いみたいな、えこんなにサイン会って楽しそうで、ファンの方もニコニコで、メンバーもこんなキラキラで可愛いんだと思って、それをまさか自分が体験しちゃうとは、すいません。でも本当に楽しかったし、もうなんかちょっと自分で言うのもなんだけど、有名人っていうのはなんかサインしかそう結構20秒だったかな、その書く時間が20秒だったんですよ。だからこうやって書いて、もうササササって書いてシャシャってやったんですよ。20秒で皆さんちょっとサイン書いてみてほしい、自分の。あそうで、しかもアンレイムのサインと AKB48 の AKB48 でのサインと、私2個サインを持ってるんですよ。だからアンレイムの方ではちょっとまた AKB のねの2個とは違って、ちょっとおめめクリクリな可愛いサインにしてるんですけど、皆さんサインあれ持ってないですか、あれあれ、ぜひサイン作ってみてください。で20秒で書いてみてください。結構難しいよ。そうサイン変えてるの。そうだからアンレイムのイベント来てくれたら、私の新しいというか2個目のサインが見れます。はい、そうサイン書けるんです。書けるのは当たり前、変えてるんです。そうだからぜひ楽しみに来てくださいね。そうだからもうなんかすごくサイン会って聞いたらちょっとなんか有名人じゃん、サイン会が憧れだったのよ正直ね。だからすごい嬉しかったです。皆さんどうでした、ちょっとなんかオーラ出てた、ありがとうありがとう、名前はってやりましたよ。名前はは嘘か、名前は知ってました。今日どこから来たの、ああそうなんだありがとうってやりました。本当にね、もう こんな感じでありがとうありがとうね。そうだっけ、そうでしょ、ね、おえかずゆきさん、タワー、ありがタワーでございます。しかもまたまたなんかアイス、なんか今アイスなの、夏だからアイスもりもりタワーだ、ありがとう。和幸さんどうだった、和幸さんも来てくれてたよね、アイス、私スター感出てたかな、和幸さんこんな感じで、和幸さんタワーありがとう。今日は何してたのね、こんな感じだったよね、あ行ったよだって。和幸さん今日は何したの、 何してたの、今日一日、日曜日だったけどお出かけとかした、ひらあ優しい感想言ってくれてる、ちょこんなふざけてちゃダメ、写真もたくさん撮らせていただきました、だってありがとう、素敵な写真をたくさんありがとう、こちらこそだよ、たくさん撮っていただいてありがとうございます、楽しんでいただけたならよかったです、ありがとう和幸さん、ありがタワーだよ。そうだからもうね、たくさんの方が結構来てくださって、そういつもはねあのファンミーティングとかあるんだけど、それはねファンクラブ会員限定のイベントなんだけど、今回はねそれも関係なしに、そうサイン会って感じだったから、たくさんの方が来てくれて嬉しかったです。もうねあの機会にぜひ、もうアンレイム好きだなってなったら、もし会員に入ってなかった方もねファンクラブ会員になってくれたんじゃないかなと思いますし、今の話を聞いてね、アンレイム気になるってなった方はぜひファンクラブ入ってください。あと写真もねちょっと私あの X とかに上げてるので、もうめっちゃ漏れてるんですよ、自分で言うのもなんだけどね。だからアンレイムサイン会
ハッシュタグ、ハッシュタグアンレームサイン会で調べてみてください。メンバーのどちゃくそ可愛い写真ばっかり出てきます。そう、スターになると遠くに行きそう。え、私がスター行きませんよ、こんなもんね遠くに行きそうですか？大丈夫です、安心してください。いつも心はそばにいるよ。これは友達がなんか言ってました、前ちょっとかっこよかったのでもらいました。ありがとう。響いたかな。ありがとう。まあそんなこんなでサイン会がありまして、まあアンレームはそんな感じ。ちょっとアンレームね、一日だから、まだ一日しか行ってない、1日目、はい、そんな感じで、まあ楽しくて、まあちょっとした気分になったということで、2日目、5月2日はなんと僕の太陽、僕の太陽公演初日でした。キャーもうね、超緊張した。うん、僕の太陽公演やっと出れた。もうお待たせしました、こちらも大変長らく、もうね、皆さんがもうすごくね出てほしいと、ゆかちゃん僕の太陽公演出てほしいよと、もういつ頃から言われていたでしょうか。もうやっとです、お待たせいたしました。僕の第4公演出ました、出演できました。もうねえ、いろいろありましたけれども、まあ、初日迎えまして、まあでもね、ちょっと正直初日ちょっと悔しいところもございまして、まずこれ皆さん分かったと思うんですけれども、あのね、僕の太陽公演ってジャケットを脱ぐシーンが2回あるんですよね。でまず1回目がランランランで脱ぐんですよ。でそこでまあ私ね、まあ、そのジャケットなんていつもこうやってパッパッサーってやってますから、まあ、脱ぐのも余裕でしょうと思ってたら、なんと、はい、来たと思って、はい、脱げないということで、ジャケット脱げませんでした私。こらこらですよ、本当にの見たね、もう大焦りお顔も多分やっちまったよ本当にね。こら、もうめっちゃ焦ったよね。そう、あの事情説明するとなぜああなったか、まあね、マイクをこうやって持ってるじゃん、マイクが引っかかっちゃって、普通さ、これ引っかかったらこうやって持ち帰ってこうやってはいってやればいいじゃん。初日の私はもう頭真っ白になっちゃって、そう、脱げる、もうこうやってってやる想定しかしてなかったから、でもう焦りが勝っちゃって、もう脱げないみたいな、そう、もうそれ、そのもう持ち帰るという感覚、考えもなくて、脱げずにもう一人でこう普通こうやってやらないといけないのに、私はここもう恥ずかしすぎるね。そう、やらかしましたね、しっかりとやってしまいましたよ。 それまず1焦りポイントね。で続いては、あ、まあでも、あ、そう、
これは多分気づいてる方と気づいてない方がいらっしゃるんですけれども、私はですね初日で、まあ、すごい緊張していたんですよ。でも全曲今回地起こしだったんですね。そうだからもう自分で起こして、まあ、振りもね8-1とかも全部自分で起こして、もう緊張緊張みたいな、頑張ろう頑張ろうってなってて、なのにちょっとなぜかね、私結構まあ公演すごい好きなんですよ。だから楽しくなっちゃって、もうファンの方もニコニコでもう見守ってくださってて、すごい優しい眼差しでね、もうゆうかちゃん頑張ってるねみたいな、もう嬉しくて、もううわみんなと思って、みんなみたいな、なんかファンサーをしたんですよ。やっぱしちゃったというか、まあ当たり前じゃないですか、もファンサー大好きなのでファンサーしちゃったわけで、はいイエーイみたいな、そしたら振りが飛んじゃって、途中でこのファンサーをこうやってイエーイって入れたことによって、ちょっとまた次どこなっちゃって、振りをちょっとまあバレたかバレてないかは分かんないけれども、ちょっとまあ飛んじゃったシーンがありまして、もうやらかしいごめんなさい、それもつい本当になんかその余裕ぶっこいたってわけじゃないんだけど、もう本当にみんなになんかファーストしたくてしょうがなくて、もう本能のままやったらえ次何でしたっけみたいになっちゃって、そう言い訳メイビーです、さすがに言い訳させて、そうそんなことがあったそんなこともあり、そう、まあ、でもね、まあ、初日にしては、まあ、いや言いません、そんなことは言いません、初日うん、そうちょっと悔しかったの初日ね。そうだから次出る時にもう絶対リベンジしてやると思って、次出たのが7日だったっけ、5月7日だった気がする、7日だったよね。その件についてもまた話させてちょっと話したいことがありすぎるから、ちょっともう話させてね、まあ、そんなこんなで僕の太陽公演は初日迎えました。どうだったかな、意外とね、エイトモの皆さんも入ってくださってて、え、どうだった、え、ポジションこれ言っていいですか、ユニットとか話したいんだけど、知りたくない人とかいたらちょっとどうしようね、ミュートで私の表情を楽しんでてください、ミュート、声を消して、いいかい、言うよそう、私のポジションがですね、ユニットが日暮らしの恋とひまわりなんですよ。意外じゃない、なこともない、どう、みんなどう、私はねまさかの日暮らしの恋と思って、もう最初へみたいな、日暮らしですかってなったんだけど、まあ、任されたからにはねやるっきゃないよね、ということで日暮らしの恋、今では大好き曲、もう私の大好き曲になってます。そう結構そうなの、日暮らし私黒色の衣装でちょっと大人っぽい感じなの。どうだった、みんな予想してたよね、結構なんかどこだろうって、意外だったでしょ、日暮らしなんです私、そうイケボでやらせてもらってます、はい、あ優しい、そう結構歌がメインの曲だから緊張する毎回、でも好き、おーおー嬉しい、優しい、ありがとうございます、ぜひね見に来てください、生で。でもう一個のユニットがひまわりなんですよ、まあ、これはねもう私一緒私
まんまでしょ。私好きな花ひまわりなんですよ。お花の中で一番好きなのがね。そうね、ひまわりっぽい人になりたいなって思ってるんですよ。これ本当にね、本当にね、ひまわりのようにそのすくすく伸びる人になりたいんです。そうだからひまわりは嬉しかった、私やんと思ってそうひまわりでした。あ、優しい、もう十分ひまわりです。本当ですか、ありがとうございます。そうひまわり、ひまわりはね真ん中の下手側です。あのあれ、麦わら帽子はかぶってないの、かぶりたかったんだけど私はかぶらないところです。そうでもひまわりめっちゃいい歌だよね、うん、でもねひまわりねちょっと難しいところがあって、振り付けがめっちゃねちょっと脳トレなんですよ。結構振りがね毎回違ってとかね、そうちょっとこれ結構難関なんですけど、今のところ多分だけど私そのいろいろ振り変わるとこ間違ってない気がします。もう慣れたもんすよとか言ってたらね間違うから本当にやめてください。自分慣れたもんじゃないです、もう本当に毎回緊張感を持ってやっております。本当にね、そうね、今のとこパーフェクトだよね、だよね、嬉しい。感想もね、そうむずいの、ちょっとむずいの、そう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 、振り幅って言ってくださった方がいらっしゃるんだけど、そうなの、私このユニット2曲日暮らしとひまわりすごいさ系統がガラッと変わるじゃん。なんか日暮らしの声はすごい大人っぽい感じ、16のそう思ったの、ごめんね話戻すんだけどさ、日暮らしの歌詞に16の夏ってあるんだけど私17だと思ってさ、えっと思って歌いながら17なんですけどってなってさ、ちょっと辛くなったちょっと辛くなった。16の時あったよね、去年私16だったんだけど17なんですけどってなりました。そんな感じで、はい、でもうそうだから日暮らしのあの大人っぽい感じからひまわりのトゥン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 っていうあのね明るい感じがすごい好きで、その振り幅、そうだから私すごいそこがなんか見せどころというか大人っぽい雰囲気からひまわりですって感じの雰囲気で、そうだからよかった、ひまわりと日暮らしでぴったりです。もう私すごい表現の幅を僕隊はね身につけたいなと思ってるので、もうまさにありがたい。でも他のユニットとかもやってみたいな、祈るように、やりたい、てか全部やりたい。みんなは何だと思ってた、私のユニット結構ねアイドルなんて呼ばないでだと思ってた方が多いみたい。違いましたね、結構ね、そう予想してくれてたよね、アイドル。あ、ひまわりは結構予想してたんだ、みんな。ひまわりはやってほしかったから嬉しかった、よかった。そうでも日暮らしねやっぱ意外だったでしょ、でしょ。そうだからちょっと私そわそわしてたんだよ、言えないけど、言いたいけど言えないですっていう感じだった。そう、お、そのポジションだったらいいなと思うポジションでした。だってよかった。そうで、そんな感じで中盤とかもね、竹内先輩、あ、
そう、私2人 MC の人なんです。2人 MC の人でした。2人 MC すごいね。今のところ多分全員違う方とやってる。多分その日はマシャイちゃん、マサイマユちゃんだったかな。で地元トークしました。埼玉と福井の話して。そう、本当に最近ねマシャイマユちゃんと私すごいお話しするのよ。なんか偶然隣だったりとか、なんかそう意外と会う機会が多くて面白いよね、あの子ね。本当に面白い。そうだからまた話しましょう。ポテト部、サラダ部入ってください。ポテト部ね、そう開いてるから。そう、私サラダ部だからさ。マサイちゃんサラダ部お待ちしてます、お願いします。そうで、まあ、2人 MC 終わって、そうで僕隊ね、すごい個人的にめちゃめちゃなんかドンピシャなんですよ。なんか私の今の雰囲気とか、私が今表現、こういう表現してみたいなっていう表現の曲だったりがすごい詰め込まれてる公演で、中盤とかちょっと大人っぽかったり、最後は元気よくだったりとか、なんかすごい好きなのね。私しててめっちゃ楽しいし、うわこれこうやって表現した方がいいかなって毎回めっちゃ勉強になるの。踊っててパフォーマンスしながらね、先輩の後ろ姿とか見て、あこうやってやるのもあるんだみたいな、なんかすごい好きなんですよ。僕の太陽公演だから来てほしい、みんな来て、私結構頑張ってるから。そう、あその時ラベンダーフィールドだっけ、あその時違うか、その次の時かな、多分そうだったはず。ラベンダーフィールドね、そう煽りましたよ。そう、そうだからたくさん出るね、みんな当ててね。結構ね外れちゃったっていう方もいらっしゃったりして、そう来てほしいから、たくさん出るから当ててね、祈ってます。今週も出ます、あさってかな出ますので、皆さんお楽しみに。はい、そんな感じで、まあ、僕隊初日終わりまして、5月3日、まだ2日間しか話してなかったの。ちょっと待って、今何時ですか。大丈夫、ちょっと私話しきれるかな、話したいこともいっぱいありすぎてる。34分、いい感じ、全然いけますね。で3日目、5月3日はなんと HADO 波動初出演でした。波動初出演でした。という感じで、なんと波動にやっと出れました。しかも結構大事な回、決勝戦進出なるか決まる回でした。出ました。たくさんの方が会いに来てくれさってありがとうございました。どうでしたでしょうか、私の初波動は。はい、あのね、私波動が初めてでめっちゃ緊張してたんですよ。僕隊と、いや僕隊、いや、ま、僕隊と同じぐらい、いやもしかしたらそれを上回るぐらいと緊張しておりまして、まあ、なぜかというと、まあ、初めてで、まあ、大事な試合でプラス私、あのこう見えてと言いますか、運動神経めちゃめちゃ悪いんですよ。もう走るの遅い、握力もない、握力は関係ないけど、だからもう運動神経皆無なんですよ。そうスポーツ全般何もできなくて、そうだからやばいと、これ私やらかさないかと思って、ちょっとまあ不安だったんですけれども、でそれプラス、それプラスね、それを分かってるファンの皆さんが、
あのコーチとかあのいろんな方に聞いたんですけど、日向さんのファンの方が日向さんは絶対できる、日向さんは絶対うまいって言ってたから日向さん大丈夫ですよってまず言われた の波動を練習する前にね、日向さん、日向さんのファンがすごい褒めててみたいな、すごい期待してて、日向さんなら日向なら余裕だよとか言ってたから絶対大丈夫だと思いますって言われて、ちょっと待ってってことで、もうシールドが出そうになったんですけど、あのもう私のファンの方ってね、すっごい私のことを褒めてくれるのね、もう大好きなんですよ、そういうところが大好きなんですけれども、コーチまでに日向はすごいもう大丈夫です、日向行きますみたいな言ってくれてて、ちょ待てよということで、ね、嬉しいことよ、そう嬉しいこと、嬉しいことなんだけど、ちょっとシールドということでそうすごい期待してくれてて、みんながでも日向なら大丈夫だよみたいな、日向ならできるよみたいな、そうでどうだった私その期待に応えられていた、大丈夫、そうでコーチにそうやって言われて、もう練習前にでもちょっと私もえみたいな、そんなじゃあそうなのかもってなんか勝手にね、ちょっとあじゃあそうですみたいな、あじゃあはい多分大丈夫だと思いますよみたいな感じでちょっと言っちゃって、でそのねまあ練習をコーチとね、ありがたいことにコーチと事前に練習させてもらって個別で、そしたらちょっとまあコーチも焦るわけちょっとできなさすぎて私が下手すぎてね、でコーチもああいや坂川さんもうちょっとこっち行ってみましょうかとかちょっとあれそう私もこれはまずいなって思ったの、なんか全然出せなくて下手くそすぎてね、え出ませんとか攻撃出ませんか、あ坂上さんもうちょっと こうかなあはいって言ってちょっと汗これはまずいと、そう でコーチがうーん坂上さんちょっと攻撃じゃないかもですねみたいなあそうですよねちょっと自覚ありで、じゃあちょっとシールドやってみましょうか、おみたいな、シールドはいみたいな、こうやって振り上げてくださいやったんですよ、もうそしたらおおみたいな、おっとえちょっと来ちゃいましたと思って、コーチが坂川さんシールド一択でいきましょうって言われてはいって、もう私も思ったの、このシールドこうやって出す時になんか手にくっついてるって、手についてくるって思って、シールドがねってやったの、そしたら案の定坂川さんはシールド一択でって言われて、もちろんですって言ってね、なんとシールド坂川がそこで誕生したという感じなんですけれども、そうちょっと攻撃はねあのごめんなさい他のね方がすごいので、私はシールド一択で今回やらせていただきました。どうだった、結構本当にシールドのセンスはあったはず、自分で思うけどいい感じだったよね、そうシールド坂川の誕生日はそうこれなの、え優しいみんな、えね、そう人によってそう得意不得意があるから、そうなのシールドは大事、そうだよね、だからみんなを守りつつシールドやってました、おヒロさんまたまたアイスタワーありがとうございます、私のシールドどうですかヒロさん、結構うまくない、シールド坂川です、どう良きだった、そうだからシールド坂川になって、でもねなんと4位になっちゃった、すいません、あとすいません、多分あの段階は私がね戦う前の段階では2位だったはずなんだけど、ちょっとおかしいな、なんか負けちゃって4位、うん、でもそういうこともあるよね、あるよね、
ありますよね。私が出たからとかじゃないよね。ね。でもね、びっくりしたことに、あの、なんでパラメーターっていうの？なんかあるじゃん、レベルみたいな。私がシールド一択でってずっと言ってたのね。そしたらもうめっちゃ早い段階からシールドのパラメーターが4とか5とか言って、もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう皆さんがね、協力してくれたおかげで私はシールドを何枚もシャ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 っと出せたから、シールド作家側になれたの。だから私のちょっとまあ実力もあるけど、皆さんのその協力もあったからこそのシールド作家側だったんですよ。ありがとうございます本当に。そう、でもチーム諦めたら試合、そこで試合終了ですみたいなだったので、もう諦めず最後まで戦い抜きましたが、惜しくも4位。はい、悲しいけどね。でもなんとか行きました。そう、あとね、ボール集め初めてしたんだけど、みんな優しいね。みんなボール頑張ってって言ってくれたの。私がさ、もう慌ててさ、皆さんくださいみたいな感じで、もう厚かましいさ女が言ったのにさ、皆さんがさ、ゆうかちゃん頑張ってねみたいな、ゆうかちゃんいい感じだよって言って、ポイ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 ってボールを入れてくれたので、他のチームのところもさ、まあ、くれない方もいっぱいいたけどさ、たまに頑張ってみたいな感じで言ってくれたりとかさ、なんかやっぱり嬉しいね。直接そうやってさ言葉をもらえるってさ嬉しいね。そう、あ、ボール渡して楽しかったよ、だって。ありがとう、こちらこそだよ、ありがとうございます。もうねえ、嬉しい、ひゆかに渡すために行ったので。え、本当ですか、ありがとう。だからそれがもう嬉しくて、もう最高ってなってました。ボールずっと集めてたいって思いましたね。そう、だから波動のいいところはやっぱああいうところだよね。そうやってファンの方とすごい近い距離とか、ファンの方の声援がすごい聞こえるから、うえ、イルミネーション当たり、え、終わっちゃった、え、すごい当たった、ありがとう、嬉しい。そう、だから皆さんありがとう。あ、そうだ、他のチームに渡してた人も見えましたけどね、ちら。私めっちゃ視力いいんですよ、毎回言うんだけど、本当に私視力良くて、もう私の視力センサーが見つけたぞってなったんですけど、まあ、みんなね、愛情がね、うん、まあ、普段伝わってますから、え、みんな頑張ってほしいよね。てか波動ってさ、みんな応援したくならない？私他のチームでもめっちゃなんかもう熱くなっちゃって、頑張れってもうなっちゃってたんだけど、で、分かる、気持ちは分かるから、すごい私は攻めないけど、見えたぞっていう一番濃い攻めないけど見えたよっていう、うん、感じ。そう、でも分かる、もうみんなね気になるのよ、うん、みんな応援したくなるしね。で、なんか試合じゃん、ああいうのももう勝負だから、頑張れ頑張れ頑張れってなるよね。そう、そして私、あれ、また波動出ますよ、次の波動も出るの。私頑張ります、シールド作家側、ちょっと大事な試合、4位決定戦、最下位決定戦だったはず。やばい、頑張る、最下位だけは逃れたいから、最後まで諦めず頑張ろうと思います。応援よろしくお願いします。来れる方はぜひお待ちしてます。あ、3位決定戦か、最下位決定戦、3位決定戦か、シールド坂川に会いに行きたいわ、来てよシールド坂川、かっこよく決めるね、ぜひ来てください、待ってます。
そう罰ゲームもね、そう最下位になったら罰ゲームがあるの。前回は萌え台詞、そう多分いるよね、見に来てくれてるよね。そう私はね指定の方とそう萌え台詞を言い合ったんですけど、普通になんかご褒美企画でしたね普通に。でもねダメだよ、諦めたら多分次の罰ゲームは多分重いんじゃない、ガチの最下位だから。いやでも頑張ります、3位目指してファイティンという感じでございます。まあ波動ね初めて出たけど楽しいね。 MC 席でもねひろゆこさんと初めて話して、そう最初なんか酒井だったかな、 なんか名前間違えられ名前を間違えられて酒井って言って、そうちょっとえってなったけど、その後ねいろいろたくさん話して、作画はさっきお弁当何食べたのって言われて、えそんな話普通にするんだと思って、あさっきいろいろ食べましたとか言ってさ、そうでも楽しかったです、いろいろ話して、私お話するの好きなんですよ、伝わってるかなこの配信でも、私すごいお話が好きで、最近ねそうだから僕隊でもさ2人 MC だったりとか、波動でもそうやって MC 席で話したりとか、ラジオもね収録してきたりしましたよ、だから嬉しいことです、本当にお話たくさんしたいのでぜひお話のお仕事待ってます。はい好きなんです、お仕事お話をするお仕事が、はいという感じです。で3日終わり、4日はねあラジオだ、4日そう放課後ライブ、波動終わって福井戻ってラジオしてきました、ありがとうございます。本当にねラジオ最高だね、さっき話すの好きって言ったけどラジオっていいね、そう私のやってるラジオ放課後ライブって言うんだけど、そのラジオはね楽曲付きで動画配信も行ってるから、声だけじゃなくて顔も見れるのね、私がちょっと緊張しながら喋ってるとことか、カメラにこうやってイエーイってやってるところとかも見えるんです。こんなラジオある、最高じゃない、顔見ながらっていうのが一番やっぱり嬉しくない、だからもし気になる方は来月かな、来月のラジオ見ながら聞いてください、めっちゃ面白いんですよ。あと郵便、ヒューヒュー郵便っていうのを私が持ってるんですけど、そのヒューヒュー郵便ってコーナーではファンの方からいただいたメッセージを私が読んで答える回があります。結構な時間結構な枚数読むので、そうもう本当にね、でも最近もうめちゃめちゃたくさん皆さんがね送ってくださるおかげでもう読み切れないことが多くて本当にごめんなさい、でもめっちゃ読んでるからねみんな、だから読まれなくてもその放送ではね読めなくても私の心とか 目には届いてるので安心してください、でも本当にごめんね、それもうちょっと皆さんご了承くださいという感じです、申し訳ないけど、そうでも嬉しい、もうたくさん皆さん送ってください、もうなんかすごいね思うんだけどみんな上手いんですよね、メールというか文章、そう普段の私がプラメ送ってるプラメの返信とかもなんかすごい文章力あって皆さんね、私国語好きなので私も結構まあ好きなんですよ、文章書いたりするのがね、うまいよね、みんな私以上にあるよね、すごい、だからすごい読みやすいしメールも答えやすい、いつもありがとうございます、ちょっとこれからも何卒よろしくお願いします。あとはねそう最近ねスタジオね見に来れるんですよ、そうスタジオ見に来れて、スタジオ内には入れないんだけど外からその様子を見ることができるんだけど、そう最近ね見に来てくださる方が多くてありがとうございます、本当に嬉しい、会いに来てくれてありがとう、そう直接はお話できないんだけどガラス越しに話せるから、もしねちょっと福井に旅行に行きたいよとか福井行きたい行く予定がありますって方はね
よかったら私のそのラジオ出演日に合わせると会えるかもしれないです。ぜひお待ちしてます。そう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 です、そうです。来月もいるはず。でもそう、最近リモートが多い、リモート出演が多いから、そうでもまた分かり次第すぐ言いますね。そう、みんな来てほしい、待ってるよという感じで、4日はラジオがあって、5日はね収録がありました。ロケ、輝きちゃんの旅のロケがあって、もう今回もね、今回もおもろいですし、今回はちょっといつもと違う回なので、ちょっと放送を楽しみに。今までのやつは YouTube に上がってるので、輝きちゃんの旅って調べれば今までの歴代のロケが載っております。ぜひ皆さんご覧ください。ロケどこ行ったの？ロケはね、秘密です。これちょっと言ったら分かっちゃうんだよね。秘密にしとくね。楽しみにしててください。はい、そんな感じで 1,2,3,4,5,6,7,5,6、 あ、ん？ん？あ、そう、1日オフ挟んだんだ。そうだ、1日オフ挟んで6。いやー、いいゴールデンウィークでした。なんかさ、今までゴールデンウィークってゴールデンウィークだったんだけどさ当たり前のことなんだけど、ゴールデンウィークって休日だったのね、今までは。そうだけど、こうやってちゃんとお仕事してとか、ファンの方と会ってとか、なんか嬉しいよね。なんかすごいゴールデンって感じゴールデンだった、ゴールデンウィークだった。本当にその名前の通り、新しい挑戦がいっぱいあったりとか、皆さんとのね交流があったりとか、楽しかったです。ありがとう。そう、ゴールデンウィークはそんな感じで、で7日、そう、という感じなんですけど、7日ね、僕の太陽公園に出演したんですよ。でね、でそのさっき言ったじゃないですか、初日ね出たと。で、私は次の回で絶対にリベンジしますと、もう初日の分をかっさらってやり遂げてしまいますわよって思っていたの。もう自信満々でね思っていたの。そしたらさ、これちょっと事情を話していいですか？体調不良だったじゃん。事情話させてください。そう、一体何があったのか。結構ね、勘違いというか、ひゆかちゃんこうだったからこうだったんだよねっていう方が意外と多くて、いやこれそうではなくてっていうのがあったから、ちゃんとどういうことがあったか説明させてください。まず7日出るじゃないですか。でも私はもう気合マックスマックスっていう感じだったんですけども、本当にねマックスだったんですよ。で、前日にそのウィバースで私が今から撲体の練習しますって言って、いろいろめっちゃ送ってたの、その日ウィバースをみんなイエーイな感じでやってて、そのなんか足をくじいたんですよ前日の練習の時にね、そう、足をくじいて、でもそのくじいたの全然なんですよ。くじいていったってはなったけど全然大丈夫です。で、その体調不良の原因で皆さんがそのウィバースで私が足をくじいたって言ったから、ゆかちゃん足が痛んだんだって思った方が多かったみたいで、ごめんなさい、全然違くてだから皆さんご心配ならず、本当に足をくじいたのはぐきぐらいだったから全然足はなんともなくて、で何があったのって感じじゃないですか。そうで、私も何があったか分かんないんですよ。
どういうことって感じだと思うんですけども、そう私体調は別に悪くなくって、いやどういうことって感じだと思うんですけど、なんかジンマシンが出ちゃって、公演中に私初めてでそんなこと、そうびっくりするほど体中にもうジンマシンが出ちゃって、そうだから体調はマジで抜群だったのよ本当に前日もめっちゃ踊ってたじゃん、そうだからめっちゃ悔しくって、私そう多分アレルギーかな、私アレルギー持ってないんだけど、で検査したんだけどアレルギーも なくてよくわかんないジンマシンが出ちゃって、そう本当にごめんなさい、だからマジで悔しかったの、舞台裏でマジでもううわーみたいな、初日のリベンジを本当に今日したかったのに、もうごめんなさい、体がそうね、もう明らかにもう分かっちゃう、もう全部に出ちゃってて、そうだからもう本当にお店なんかお店じゃ私は出る気満々だってたけど、皆さんがもうあえゆかちゃんちょっと心配になっちゃうだろうなと思ったし、そうまあでもさすがにねもう皆さんもいや出ない方がいいよって言われたので、そうそんなことがあったの、だからねめっちゃ皆さん体調を心配してくださったから、で言いたかったんだけどそう言えなくて、この機会にすいません、そうアレルギーでジンマシンが出ちゃって、もう全身びっくりした私もそうなんかオープニングが全然普通だったんだけど、そうオープニングの後かな、で MC 中かなになんかめっちゃ顔熱いなと思って、なんか引きつるなと思って、そうそしたらジンマシンだった、そうだからね、そうで日暮らしの恋の帽子が深すぎるっていうあのねことがあったじゃない、そうそれはそういうことだなの、ごめんなさい、めっちゃねもうなんか顔ありますかっていうぐらいもうめっちゃ深かったじゃん、で皆さんもさ、ひゆかちゃん帽子深すぎないみたいな感じになってて、そうごめんなさい、そういう事情があって、そうめっちゃ深かったのごめんなさいねえ、もうなんか大丈夫ひゆかちゃん大丈夫ってなったよね、そうそういうこともあってごめんなさい、そうそうなの、でもね本当にその後にもうメンバーの皆さんがさ、私が出れない分歌割りをしてくださったり、私が本当に申し訳ないですみたいな、本当に申し訳ないごめんなさいごめんなさいってめっちゃ謝ってたんだけど、そしたらもうメンバーさんがさ本当に優しくて、なんかもう本当に気にしなくて大丈夫みたいな、もう体調優先にしてねみたいな、本当に逆に出てくれてありがとうユニットとかっていう、なんかもうみたいな、なんかもう感謝感動感激チャンネル、本当にもう涙がこぼれちゃって、私もなんかもう優しすぎて申し訳なさともう感動となんかいろいろ混ざって、もう本当にありがとうございますみたいな、もうアレルギー反応出ながら涙も出ました、本当にね、そう本当にすごくて、なんかもう申し訳なかったけどめちゃめちゃなんかありがたかったです、皆さん本当にありがとうございます、で VR のさお見送りとかもさ、皆さんがカニ恐竜とかしてくださってたのよ、そう本当にありがとうございます、感謝、だから私はねその日はそうアレルギー反応が出てジンマシンが出ちゃって、そうでも体調は全然悪くなかったから次の日そうジンマシンとか全部治って出れました、そうそういうことがあったのなのか、本当にごめんなさい、だからね見に来てくれてた方もいっぱいいらっしゃったから、すごいよ、そうファンの方もさそうすごい心配してたよね、そう申し訳ないと思って、だから事情はこんな感じ、だから体調は悪くなかったの、そうジンマシンで、そう次の日めっちゃ元気だったでしょ、そうだからもう気持ちはあれだったのめちゃめちゃに、そうだからそれ以上だからもう悔しくて、まあでもねその次の日にちゃんとリベンジできたので、ちゃんとジャケットも脱げたしね、シャッてやったし、よかった。
だから安心してね、みんな体調は悪くなかったよ。体調は悪くなかった、まあ体調不良だったけど、そうそういうことでした。でも8日出れてよかった、8日楽しかった。もうなんか竹内先輩もさ出れてさ、うわ昨日は出たかったよって思いながら出て、そう楽しかったです。はい、僕たいね、もうたくさん出てこれから頑張ります、守りたいこの笑顔、どんありがとうございます。そうだからね、明後日かな僕たいは出るのでお楽しみです。で明日は、今日は誰に恋をする公演です。やばいドキドキ、頑張ります。勝つ、はい、ということで、まあ、ちょっと話したいことは話したかな。はあ、いっぱい話したね。どうだった？私のゴールデンウィークの事情を知らなかった方も、知ってた方も楽しめましたか？私はゴールデンウィークそんな感じでした。今からもね、いい感じに忙しいというかになるのでね、楽しみです。ゴールデンウィークです、毎日が毎日がゴールデンウィークです。はい、そんな感じで、まあね、もう皆さんに話したいことはまだまだあるんですよ。そうちょっとね、皆さんに言わなきゃいけないこともあるので、まあそれはまた次の配信かなんかゆっくりまたね落ち着いた時にお話しさせていただきたいなと思うので、まあ皆さんまた配信見に来てくれたら嬉しいなと思います。はい、あとまあ気になった方はね、握手会に来るべきだよということで、64枚目シングル握手会オンラインお話し会お待ちしております。今回はですね、握手会とかオンラインお話し会どちらも朝方でございます。もう朝方しかないですね。 1,2,3 一部、皆さん思ったでしょ。うわ一部か、うわ一部な、一部、朝一緒に迎えられる、え、おはようって言える、もしかしたらパジャマでも会える、最高じゃん。ということで私も超楽しみなの。朝早いけど、その私の握手会に会うっていう習慣をつけて、いいルーティーン、早起きルーティーン作りましょう。おお、もう私絶対楽しみなの、めっちゃ楽しみで、朝起きれるか心配だけど、え、でも早起きってさ、早起きは三文の徳とか言うじゃん。朝活しよう、私楽しみ、それがすごい楽しみで、ちょっと皆さんおはよう言いに来てください。おはよう、ええ、今のはあの野菜シスターズのおはようでした。そう、それも別に言いますから、ぜひ朝からね、まあ、大変だと思うけどそういう楽しみもあるよということで、ぜひ気になった方は64枚目シングルお待ちしております。はい、寝坊しないでね、寝坊しないようにね、夢の中で会ってるからって、待って、起きたら夜なんですけどみたいなのはやめてね、夢の中じゃなくてリアルでも会おうね。あとそう、直接握手もできるようになったから、楽しみなんちゃう、楽しみなんちゃう、待ってますよ、お待ちしてます。はい、ということで、まあ、オンラインお話し会ももちろんお待ちしてますよ。はい、ということでね、あ、そう、63枚目も残ってるね、63枚目も今週だ、今週だ、今週末会おうね、楽しみだね。よし、まあ、そんなこんなで皆さんとお話できるのを楽しみにしています。いろんな話題でお話できたら嬉しいです。僕隊とかもね、もう何でも何でもです何でもです。でもね、やっぱり気になった理由とか、どこで好きになったとか言ってくれるとめちゃ嬉しいし、覚えやすいので、ぜひ褒めてください。褒めて、褒められて伸びるタイプなので、めちゃの褒めてください、よろしくお願いします。では
今日も皆さん見てくれてありがとう。ランキング読んでいくね。ではいきます。13位、テロ君アットマーク、あっ、26日入院したので役所に行けなくなりました。うわー、そっか。でもよかった、今日見てくれてありがとう。そっか、でも頑張って、もう今のうちね、しとこう。ありがとう、絶対会おうね、いつか会いましょう。ありがとうね、伝えてくれて。頑張って、またね、ありがとう。また見てください、ありがとう。続いて12位、チョーキンさんアットマーク、おはようが言えるよ。お、マジですか、お、おはよう言おうね、待ってます、ありがとう、また見てね。続いて11位、ミカさん、お、僕の太陽と波動かっこよくて好き。お、最近かっこいい坂川にハマってるよね、嬉しい。ちょっとギャップ見せていくねまた見てください続いて10位、ケイシンくん、ありがとうございます。ちょっとまた見に来てくださいね、ありがとう、またね続いて9位、バンボシさん、ありがとうございます。また見に来てください、ありがとうございます。続いて8位、サッタンさん、ありがとうございます。今日もダジャレは言えなかったけど、ありがとう、また見てください、ありがとう。では続いて7位、翔くんアットマーク、お、なんだろう、アットマーク、空白だ、なんか書いてくれてるのかな、好きだろうな多分な、うん、好きだね、ありがとう、手紙待ってます、またね、見てください、ありがとう。続いて6位、こっちゃんアットマーク、波動対戦ありがとうございましたね、びっくりした、2回も対戦できたね。でもファンの方本当に強いね、皆さん波動めっちゃ練習してるんだよね、負けないぞ、また見に来て対戦しようね、ありがとう。では続いて5位、チョコミントさんアットマーク、僕隊初初日高まりすぎてお見送りで歌ったオタク高まってたんだね、仕方ない、それはありがとう、それ仕方ないよ、高まるよ、ありがとうね、また見に来てね、ありがとう。続いて4位、ともくんアットマーク、ゴールデンウィーク久しぶりにたくさん会えた、そうだね、確かにともくんもね波動対戦したよね、強いね、本当にみんな強かった、ありがとう、また会おう、ありがとう。では続いて3位、島田和之さんありがとうございます。そしてタワーもありがタワーでございます。和之さん、また会いましょうねまた会いましょう、あ、お誕生日おめでとう、2回目、また見に来てね、ありがとう。では続いて2位、ナーラブさんありがとうございます。ナーラブさん、アイスをくれて、アイス食べたくなりましたし、どうぞっていうちょっとイケメンな感じも見えて嬉しかったです、食べます、また見に来てくださいありがとう。そしてラスト1位、ヒロさんありがとうございます。ヒロさん、またよろしくお願いします。タワーもありがタワーでした。そして1位おめでとうございます。タワー、タワー、ありがタワー、1位タワー、感謝です、ありがとう、また会いに来てくださいねはい、ということでラッキーカニカに行きましょう。22位、お茶っぱタイムさんありがとうございます。また見てください。さあ、もう一人の方行きましょう。はい、お、46位、看板屋さん、お、看板屋さんかな、ありがとう、また見に来てください。どや、はい、ということで皆さん今日もどんな一日だったかな、日曜日だったけど、みんなどういう一日を過ごしたんだろう。私は明日の振りを起こしていた、やばい、明日緊張する、ドキ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 、頑張ります、また配信するね今日は、9000人の方が見に来てくださって、9182人の方が見てくださってありがとうございます。また話そうねありがとう、今日はゆっくり休んでね、明日から1週間頑張ろう、ファイティーン。ではおやすみなさい、じゃあねありがとうございました。